はい、皆さんこんにちは。はい、コーディネガチャンネルです。あのね、大体コーディネガチャンネルってね、撮れてないことが多いんで、ね、1回テストしたらやっぱり撮れてなかった、うん、でも大丈夫ですよ。でもチェックしたのがポジとネガのね、まあそんなわけでございましてね、はい、今日もコーディネガ撮っていきたいんですけど、はい、これね、シリーズになっちゃってるんで、はい、小池さんのね、コーディネガ、はい、うん、この話をしたけど、はい、結局元戻ったねってことで、まあ都議会選挙があって公約撤回とかいろいろあるんだよ、うん、で俺ね、何度も言うんだけど、小池さんが嫌なわけじゃない、ね、だけど失敗しちゃったねっていうだけなんだな、ね、うん、やっぱり元自民党の議員なのに、あの飛び出したのはいいんだけど、やっぱ無理なんだよね。それをね、ちょっとね、直接に考えてね、今回は功罪、功罪ってことはこうですね、小池都知事の功罪ね、小池または都議選の功罪をちょっと話してみたいと思います。これが最終回からですね。あとまた選挙後かもね、選挙前かね、と、はい、いうことでいきましょう。こちらがチャンネル、小池さんね、あの顔色を伺いすぎてるね。その通りなんだよ。なんていうかさ、うん、自分のやりたいこともっとバンってやればよかったのに、顔色を伺ってオリンピックがどうしたいとか、みんなの顔色を伺って一番いけなかったのはやっぱり豊洲とオリンピックだね。本当にあれはね、まずいと思う。あれね、知識がなさすぎたね。まずオリンピックで一番問題ね、みんなにもちょっと分かっててほしいんだけど、うん、あの東京以外の要するにあの国際種目の開催はありえないんだよ。ありえない。だってさ、うん、例えば海外でやることを考えたときに、うん、じゃあロサンゼルスオリンピックなんで、じゃあこの種目はニューヨークでやりましょうってあれだ、うん、どう思いますかって。あのそういうことなんでね、だから分かりやすく言うと、あの国際競技の中にはさ、うん、やっぱりルールがあるからね、あの絶対不動の競技あるわけ。例えば陸上競技とか、うん、ね、あれを例えばさ、じゃあの変な話だけどさ、この間のブラジルのリオデジャネイロだったときに、リオがちょっと治安が悪いからってさ、うん、あのどっか別のところのね、アカプルコでやりましょうとかさ、ありえないでしょ。アカプルコ決定した時点でそこでやるっていうことを、なんていうの、あのその選挙の時に決まってるわけだから。唯一あるんだったら野球をね、仙台でやろうって話があったんで、これは可能性があったの、うん、野球って国際競技じゃないから、うん、一時的に日本の時だけに特別にやりましょうよっていう競技だったの、うんうん、オプショナル、オプショナルみたいな、ね、そうだから野球ってのはもうないね、オリンピックに、うん、東京の時にやりましょう、空手とかそういうのね、うん、っていう形でやったからあっただけのことなんだ、うん、それが例えばね、勘違いしちゃったの、そう、それも予選だよ、うん、それが国際競技のヨットだとかそういうものがね、うん、あるわけがないって、ね、あるわけないよ。それなのになんで小池さんはそんな仙台だとかさ、神奈川のとこでバカな話をしたかった、ね、なんでそう言っちゃったんだろうね。そうで、もう一つの間違いだったのは、うん、やっぱりあの分かりやすいことなんだけどさ、あの、ね、経済効果は東京は他の都市とは違うんだよ、うん、だから東京にそういうようなものを恒久的ないいものを作ったとしたら、それは最終的に採算合わせることができる。そうだね、東京はやっぱすごい、うん、東京だからなんだよ。もうこれは名古屋とか大阪じゃないの、東京だから使われるってことは分かんないけどね。そうだね、で、うん、だいたい大事に使うからね、日本はちゃんと。もちろんね、うん、でちゃんと活かしてるし、オリンピックセンターだっていまだにね、そうそうそう、使われてるし、だからそこも問題がなかったってことを考えなきゃいけない、うん、でまあこれはね、オリンピックでこれはずいぶん前に終わったことだ、うん、で結局オリンピックも全面的に、うん、あの小池さんは負けたわけでしょ。まあね、でたらめやったわけだから。それで豊洲でね、最後まで頑張ったんだけど、だけどさすがにこういう豊洲引っ張ったまま選挙入れないから、あの都議会選入れないからね、ギブアップしたけど、あれはね、たくさんの人に豊洲以外ありえないんだよ。どのぐらいかかって豊洲をね、あの進めてたかと。で、築地がダメなんで豊洲にしたの。それをね、あの築地を使うなんてこと自体もうありえないってことまで考えるけどね。築地の土壌汚染は調べたらとんでもない数字だから発表できないし、うん、プラスアルファでアスベスト被害とかね、うん、あの深刻なものがいっぱいあるんだよ。で水はもちろん悪いし、で豊洲の開発の問題もあるし、あのもう使っちゃってるわけだから。で築地がどれほどダメだってことを含めたときに、豊洲以外の選択がないの。で豊洲の土壌を、ね、最大限改善しますとかバカなことを公約してさ、でできないからさ公約撤回とか言ってる、うん、結局あんな飲み水にするんじゃないんだからってことを言わなきゃいけないね。だって地球じゃそんな綺麗な水があるとこどこにあるのって。だから東京の土地は全部そういうことだったら全部ダメだよ。だから六本の美味しいお水だってそのままアルプスの天然水とかさ、そんなとこ行かないに作んなきゃいけないじゃん。アルプスの天然水だってそのまま使ったらいろいろ問題があるから検査して全部どこにそんな綺麗な水があるのって言いたいよね。そうそうそう、だからその豊洲問題も一番お金使っちゃって、マスドよりお金使ったわけだよ、はっきり言って。だから飛行機に乗らないとかそんな問題じゃなくて、そんなことすごいそれどころじゃないぐらいすごい被害だよね。でね、一番の問題はそれでね、築地を活用するとか昔から言ってんだよ。そうだよね、自分の手柄それさ、石原に由来からさ言ってて、うんうん、
で自分の手柄のように言わないでほしいね。何にも関係ない。だって築地だってどうするの、だってあそこ売れないんだよ、うん、だから何に使うかってことがあって、築地の市場はそのまま残して、築地に昔からずっとさ、ああいうさ寿司屋とかああいうの全部残してさ、市場を残そうっていうのもあって、うん、だけど卸売は豊洲に移しって話だったんだ。それを何をどの面されてさ、あの私の手柄にしようとしてるかってことだね。ちょっとありえないなっていうか、ちょっとお笑い話ですね。なんか載せられちゃったのかね、メディアにね。あ、理屈的に利口じゃないね、うん、俺はもうその利口じゃないってことを最初応援してたんだけど、だんだんみんなの心が離れていっちゃうよね、うん、それでね、やっぱり一番問題なのは、うん、じゃあさ、今小池が、まあ、ね、都政っていうのは今後どうなるかってことなんだけど、うん、小池が新しくさ、あの都民ファーストの会っていうね、わけのわかんない小池ファーストの会作ってるけど、小池ファーストだ、あそこってさ、要するにあの豊臣秀吉の昔のね、うん、大阪城じゃないけどさ、民進党を辞めたやつとかさ、そういうしょうもないやつのさ、吐き溜めになってるでしょ、ね、あれで何をするの、うん、だから自民党はやっぱり大バカ者だったら批判の伸びてるはいるかもしれないけど、うん、やっぱり自民党の議員ってのはみんな優秀だってことをまず分からなきゃ、その通りだね、うん、だから政治家はみんな悪いっていうような言い方をね、みんな勘違いしてるけど、政治家ってのは非常に真面目で、あの俺が知ってる限りさ、やっぱ昔政治家のね、城島さんっていうのがいたんだ、民主党の、うん、で、あの城島さんっていうのはあの戦時のね、あのあれだったんで、選挙起こっちゃって川崎行っちゃったんだけど、あのやっぱり人間として付き合えば悪い人じゃないんだよ、みんな頑張って真剣に考えて、うん、地元のためだとか考えてるの、俺が変えなくちゃみたいな、ね、みんな思ってるの。だけど政治家は金のことしか考えないと思ってるさ、本当自分はの金のことしか考えてない、ね、国民がいるわけだ、ね、うん、だから国民の方が悪いってことね、うん、その国民が選んだ政治家を悪く言ってもしょうがないし、うん、だから小池さんを選んだのは都民が選んだから、まあ、でもあん中だとしか選択の余地がなかったよ、もうね、あのだってあの人の次が櫻井誠さんとかだもん、まあ、うん、まあね、うん、だからそれを言っちゃうとさ、そこまで言っちゃうとおしまいで、他いないでしょ、政治家としてのさ、東京都の品格はないから、やっぱり能力なくても品格がなきゃいけないんだよ、うん、だから品格がないから、あのマスオなんかさダメになっちゃったけど、やっぱり品格があったから石原慎太郎はすごかった、あとやっぱすごく、うん、素晴らしかったよ石原慎太郎さん、あの石原慎太郎が素晴らしかったことを分かってない人っていうか、うん、最近いるのかな、本当にいるの、本当に分かんない、ありえないっていうか、あの私石原慎太郎さんが都知事だった時は、うん、もう本当に安心だと思ってずっと続いてほしいと思ってた、うん、そうね、今ね安倍政権と同じで、安倍総理って素晴らしいからすごく今安心なんだけど、うん、この人の後誰がなるんだろうっていう、そういう不安がね、いないんだよ、あって、うん、安倍総理と石原都知事は本当にすごい人だな。だからね、じゃあ今ね、小池さんの話で始まったんだけど、ポジネガだから今後の安倍さんのことも話したいんだよ、うん、で、あの安倍あと誰、そこがね、もう誰なの、あの浮かばないよね、そう、うん、私麻生さんは無理な、いい年齢、まあダメだね、年齢もダメだし、麻生さんはあの自民党をあの支持率を最大限に下げてダメにした総理大臣なのかな、しょうがないよ、だってしょうがないんだ、うん、それで民進党があんだけでかい面しちゃったんだから、こういうことがあるのね、うん、だから結局いないんだよ、じゃ小泉純一郎なんか全然ダメで、全然ダメで、うん、だから石破さんダメだね、やっぱりいないんだよ、今のこの世代の中で総理大臣の候補になるのがいないから安倍一強になっちゃうんだよ、だから一強でいいじゃん、まあね、だから誰かがその独裁的に一強になったって安倍さんだったらいいと思う、うん、だって世界の中の日本が素晴らしいものになれる、フェイスブックでさ、ね、誰かがあの言論弾圧がどうたらこうたって安倍さんがいいねってやったって、それで問題にしてるような日本の、そっちの方が言論弾圧じゃん、いいねつけて言われる方が言論弾圧ってことで、なんで気がつかないかなって、本当だよね、だっていいねつけるの自由でしょ、うん、個人の、それこそ言論弾圧、だからそれこそ皆さんにも聞きたいよね、うん、次の総理誰、そこはちょっと怖いね、だってあの今ね、ありえない、だって東京都で体験しちゃったからね、うん、石原都知事の後誰がなるんだろうって、だから猪瀬でいいって言ったの、その通りは猪瀬がいいんだよ、うん、猪瀬でいい、うん、ちゃんと作ってくれて、ちゃんと引き継ぎもやってくれてたのに、うん、だからそういうさ、ね、もうで、まあ、橋本なんていうのはバカだね、ちょっと無理だな、届かない、まだちょっと無理だね、だからやっぱり血統とか血筋も大事で、やっぱり日本人である血統の安倍さんなんてのは、岸とかさ佐藤栄作とかその血統、これ大事なんだよ、そんなのがさ二世議員とか三世議員じゃないの、そうだね、だってさ本当にさ英才教育受けてるとか、生まれた時からそう環境で育ってるからさ、天皇家と一緒でさ、やっぱりそう家系に育ってるから、
いろいろ触れるものが違うから ね見てきてくれる、まあ、そんなことで教育が東京都も、ねうん、国もいろいろと先がいろいろねどうなるかってことが見えませんけど、うんそうね、でも東京を見て国をも見なきゃいけない ね, 国のね、まあ、ポジティブに考えていこうじゃないかってところがね、うん、今回のテーマですよね。はい、ということでなんか取り組みが悪かったけど一応ね取ったっていう形のことで、取れたらいいなこれはね。取れたらいいですこんなの真っ赤しはい、それではまた来週です。頑張りましょう、はい、選挙もね。この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。